午後の部の第1番目は特別講演ということで山崎康代先生をおお招きしております山崎先生は成長戦略総合研究所理事長という肩書きで今日お招きしておりますけれどもそれ以外に非常に多彩にご活躍されております。 で今回のタイトルとしては「ジャパン・ショック国際暴力から始まる世界恐慌と復興のグランドデザインと」と大変に刺激的でなおかつ重要深刻な話がここのタイトルの中に含まれてますけれどもその話を1時間半ということで3時半15時半までの予定でお伺いいたします。 で山崎先生のご略歴に関してはお手元に配布しております資料の中で書いておりますけれどももともと証券会社にお勤めでそれからゴールドマン・サックスの日本の代表になられそれからシンクタンクをご自身で立ち上げられそれから最近の話としては民主党がマニフェストに掲げました高速道路無料化 および政生資金の中小企業への活用というものを政策提言をされたということでこのプログラムグランドデザインプログラムの中で政策提言というのが一つの大きな目標になってますけれどもその模範になるような形ですでにご活躍ですということです。そそれれれかかから年12月からら年月成長長戦略総合研究所理事事に就任されそれから最近のお仕事としては 代替エネルギー太陽エネルギー等の部分でもご活躍ですそれから昨日おとといから中国からお帰りだということで大変にお疲れのところで申し訳ありませんけれどもこの話をお伺いをしたいということでご無理を申し上げましたそれではよろしくお願いいたします こんにちはあの姉川先生とはですね学生時代からの,、えー、そあの私は、ね、下な年少なものですけれどもいろいろなことを教えていただいたあいろんな議論させていただいたようなご縁で今日は読んでいただきまして大変に今日はありがとうございます、えー、それでまあ今簡単にご紹介もいただきましたんですけども、まあ、私もはもともとは20年間 金融界におりまして、まあ、日本の会社に12年、アメリカの会社に8年おりまして <laughs> で94年から日本の,あの年金、その他です、ね、資産運用の仕事をやってきまして、まあ一言で申し上げれば、えーまあ、96年ぐらいからですね日本の公的年金やあるいは誘致や官報のアドバイザーをさせていただいて、まあ、その時の一番率直な印象は、まあ、この国の財政も、えー、経済システム全体もまあ 破綻の方に向かっているなというふうな印象を非常に強く持ちまして、まあ、2002年に、えーまああのまあ、金融界、その他ではグローバリゼーションその他で確かに収益は非常に上がるんですが、金融システム、それから IT システム全体としての,その大きなクラッシュがもう始まるだろうということも思いまして、まあ、それからますます、えー、おそらく日本の経済衰退は、 激しくなるだろうというふうなことを思いまして、2002年に退職いたしまして、先ほどご紹介いただいたような活動をしておると、まあ、すでに8年間やったんですけれども、うんまあ、残念ながらあの、ますますそれは加速をしているなというのが率直なところでございまして、まあ、2003年に、えー、頭にですね、最初に、菅直人さんに当時、当時の民主党の代表になったばかりですけれども、まあ、お目にかかって。 まあそういった問題をお話ししてまあ高速道路無料化というのもただ誤解をされていることが多いんですけれどもまあ今日のお話につながらないんですがああまあ現在までの,その工業化、都市化の時代が終わって私の言葉で言えば多次元のネットワーク社会を築かなきゃいけないとそういった場合にはですね当然その人の住む場所を そういうものが根本的にこれ資源やエネルギーの構造から必ず変わらざるを得ないんですけれども、そんなときにまあ最終的には自動車がパーソナルな電車になって、完全自動システムになるわけですけれども、そうなる前も大都市圏以外は現在、自動車しかございませんから、そういった多次元のネットワーク社会の基本は人が行き来できるということですので、そういう形で考えると、特に地方で人が行き来できない。 状況経済的理由で,ですねそれをまあ一つ阻害要因をなくすということで、まあ、ただそれを提案してマニフェストに入っていても実際に実行されないということを見てますと、まあ、今日言うようなこういうストーリーがいよいよ顕在化があとまあ2年で起きるだろうというふうに思っております、まあ、ですので、まあ、今回のこの本もですね、まあ、本来はこういう本を書かずにですね説明して実行してもらえればよろしいんですが率直に申し上げて 問題があまりにも大きくなりすぎている、それからあの参議院と衆議院でねじれの状態になっております、もはや政府が解決できる状態を超えてしまっているということですね、ですから政府部門とか、えー、まあ政府部門といいますか、もっと言えば行政府、立法府だけでは解決ができずで、そしてそれは金融当局の問題があるということ、でそれからもう一つはそういう日本の国内の,その問題以外にですね、今日のお話、ちょっと 非常にあのまだあのプレゼンはですね一生懸命私と仲間で作ったんですけども率直に言って出来が悪いです、申し訳ないんですがなぜかと言いますと今日お話しすることは3層構造になっています1つはこの日本の財政、金融、経済というジャパンショックと関わるところの1つの構造でございます2番目はその日本の国家システム国のシステムについての,その転換点とそれから次の見通しという2層目の構造でしてで3番目がその 世界システムといいますか、まあ、人間のシステムがどのように変貌を遂げざるを得ないのかということですね。よろしいですかあのでこれは私がちゃんとこれ指示出してないのでこの3つのことがごちゃ混ぜになっております。ですから非常に分かりにくいプレゼンになっておりまして私多分上手に説明できないだろうというふうに思いますので、まあ、途中であの分からないといううな。 ことございましたらですねぜひそこであの挙手をいただいてご質問いただければというふうにも思っておりますしまあ、できれば、えー、今、姉川先生から、えー、20分ほどですね、今からえー、っと3時まででございますので、えー、3時半までですかね、ですから。はい 大体1時間ぐらいこれからお話をさせていただいてで、それから20分で登記をさせていただきたいというふうに思っております。で今日一応あのご案内申し上げましたのは、このジャパン・ショックというこの本でございます。まあ、こちらの方まあ、あのこの中に大体7割、8割ぐらいは言いたいことを書いたつもりなんですが、まあ、まだこれも不備なところもあるんですけれども、一応こちらをお読みいただければ、大体いうことについてはお分かりいただけるかなというふうに思っております。 それでは早速さ始めますけれども <laughs> まず今日その一つのディメンションとしてはその国債というところに問題を絞っているということなんですがこれはあのまあ私3年前に書きました本で米中経済同盟を知らない日本人とこれは徳間書店で出した本でしてでこれでまあ今までこれは私のまあ考えていたことを集大成書きなさいということをおっしゃっていただいた方がいてそれで書いた本なんですが。 あの歴史とか、まあ、今の,その我々が生きている世界っていろんな見方があると思うんですけれどもやはり非常に一番今の現在システムを作っているのはやっぱ第二次大戦後の世界第二次大戦何から始まったからといてますと、まあ、アメリカの大恐慌から始まった皆さんご存知かと思いますつまりマーケットの暴落が最終的に世界大戦にまで行き着いてしまったというのが1929年からの体験でございますですね、えー、それと もしかすると希望的にもっと大きな、なぜかというと、経済、そういう資本主義、市場経済、参加者は比較的ならず大きく、かつその戦争そのほかになる、これは世界がその一体化しているという世界文明が初めて成立するという、人間の歴史で初めて起きることなので、ある意味は当然かもしれませんけど、当然、核兵器そのほかの破壊力とか。 テロリストの集団としての NPO といいますかねそういうものから言えば非常に大きくなっていますから、まあ、前世紀で起きるそのマーケット恐慌からのそこから世界恐慌から世界大戦というのと構造はもちろんあの様相は違いますけど構造的には相当近いところに今人間はいるんであろうとでその時に前はアメリカの株式市場の暴落から始まったと。 で今回は世界最大の国債市場を持ってしまった日本の暴落というのは非常にその連鎖を生みやすいところにあるということまでをちょっと説明したいなと思ってますがただ、この国債というものはですね、えー、今までほとんど政治イシューになったことはないと申し上げていいと思いますね。財政赤字って言うと皆さんこんなとんでもないと減らせっていうことになるが国債っていうことになるとなぜか 安全確実ななものでで終わりなんですねこれはあの土峰さんが前林長をやられたときはです、ね、財政赤字をなくすことは赤字国債をなくすことで赤字国債撲滅運動が前の,その80年代の中曽根改革の中心だったわけですね。ところが今その赤字国債が今その20年間で何しろ8倍になってます年間の国債の発行額は。過去20年で日本経済の中で最も成長したのは国債の発行ですね。 あの20年前は21兆円が今、160兆円出てるんですね、これほど巨大化し、成長した国債の発行というものに対して、ほとんど報道もされませんですよねだいたい国債の発行、今年44兆円だというふうに世間では報道されているんですが、正確に言えば160兆円ですから、162兆円ですから、それはその国債の種類が仮え債、財等債と新規財源債というのがあって、たまたま新規財源債というのを国債発行と称していますけれども。 それはその証券市場、国際市場では何の区別もありません、162兆出てるんですね、それは借り換え債とか財当債、つまり自治体や特殊法人に貸し付ける、貸し付けの目的なんでいる国債は国債なんですね。 そういう基本的なことの情報が実はこれだけ情報化とか IT 化とかグローバル化とか金融化とかいいがら実は大切な情報は極めてうまく隠蔽されていてしかもそれは政府部門だけではなくてマスコミを含めてほとんどこれはですね隠蔽されるでなぜ隠蔽というかといいますと私がこの本を書きました一つの大きな経緯もあの参議院選挙が終わった後にテレビ東京に呼ばれて対談といいますかね、定談といいますか。 討論番組竹永先生や榊原先生も出られたんですが、そこで私が国際の問題を言いたいって言ったら、それは絶対に触れないでくださいとおっしゃるんですね。タブーですって言,、まあ、言いませんけども、も小谷さんからで。私が国際の問題について発言した途端に、私は外されまして、そこか一回も当ててもらえない。ああ、それほどタブーなんだなと、言われたくないんだなと、小さい問題だったんですけど、大きい問題ですから。そうすると結局、参議院選挙でも一回もこの国際の問題は議論されたことすらない。 で国債から生まれる大きなリスクも議論されたことがない、しょうがないから本を書いたというのが一つの真相です。ですから、ほとんど私から見ましたらな、まあ、何と申しますか、えー、これはあの安全確実と、まあ、ほとんどこの現在は、えー、議論されることがないことなんですが、えー、ちょっとそんな意味ではちょっっとこうやって国債の、まあ、保有のところから言ってもいいんですけど、ちょっとこれを見ていただければ。 と思いますこれは年間のこの国債の発行額なんですね、でこうやって見ていただきますと、まあ、私が史上最高の成長を続けたっていうのをちょっとご覧いただければお分かりだと思います、1990年の時点ではだいたい20兆円ぐらいしか国債の発行というのはされてなかった、こ今年2010年度見ていただきますと、財道債で15兆円、借り換えるに至ってはなんと103兆円ですねで、新規財源債、これがいわゆる国債発行と言われていますけども、44兆円と。 いうこことになっております,ですこの国債の発行は GDP の6割を超えてます。こんな国は日本しかありません。ギリシャで30%、中国あのドイツですと10%しかないんですね、この国債の発行額自体が。アメリカですら30%ですで。日本だけが先進国の中で、総税収よりもはるかにこの国債の発行が多い国です。でこれは総税収は29%しかないです、GDP の。それに対して国債発行が まあ、GDP の64%も発行されているという国は日本しかないでそういう事実もほとんど報道されることはないと思いますで国債はなぜかというと日本人が持っているから安全だとこういう,ふうな、まあ、ある種の神話ですね日本人が持てなくなったらどうなるんだとあれは国債がまず国債がの値段が動くということをあまり報道されることはほとんどないんですが国債というのは日々取引をされている巨大な市場性の商品ですから でそしてその値段はちょっとこれ価格のことまで書いていませんが超低金利ということは国債の価格は史上最高高値であるという当然のことでございますね5%の金利の時に発行された国債が1%になれば例えば10年間で金利が5%かけ10%、150%元本と合わせて150それが今1%の国債を買った人は 10年経って110もらうわけですね。だから昔、5%で買った人は150円。1%で買った人は110円しかもらえないわけですから、かつて150円。150が110分の150になると。これ、逆の関係は全く同じでこれ10、10%の金利になりましたと。金利、高金利時代が来ましたと。とそうしますと、その瞬間に国債は当然暴落するわけです。なぜかと言いますと、例えば極端に言えば10%の金利が上がりました。そう今日国債を買った人、新しい国債。 そうすると、10年間で金利は100%、元本が100%、合わせて200%もらえるで。昨日までの1%の金利しかついてない人は110しかもらえないんですから、簡単に言えば200分の110になる。この価格調整は株と全く同じ、瞬時に行われるわけですね。国債は価格変動商品であると いいうこことととすすらほんんど報道されることはないんですね安全確実だっていうのは元本が100で返ってくるだけの話であって金利というものを考えれば全く違う一番長い国債何年かと,いうと30年国債なんですねこの金利の変動の方が元本よりはるかに大きいよということをお分かりだと思います30年国債が金利が10%になったら30年間の受け取りは300%プラス元本で400もらえるわけですね カートポーで1%しかついていないものを買えば130ですね400分の130に価格が下がれば半減以下という当たり前のことが起きるわけですこういうこともアメリカでも30年産いっぱい出てる日本もどんどん出していますですから国債は価格変動商品であるという認識もほとんど報道されることはないだろうとでそして日本の国債が市場性国債としては世界最大であるということも報道されることはほとんどないですね アメリカが財政赤字国と言われますが、市場性の国債というのは600兆円台しかありません、日本の国債は今、全体で800兆円、で国の借金からいうと1000兆円を超えてます、ですから、それがどうして大きな問題かと言いますと、国民の順貯蓄とほぼ同じ金額にもなっているんですね、日本の政府部門の国と地方政府を合わせた借金と合計をしますと、国民の順貯蓄とほとんど等しいと。 まあ企業の資金というのはあまり当てになりません、これは海外に行ったり、いろんなことで使われてしまいますから、ですから本源的には、個人が持っている貯蓄が企業セクターに対して流れるというのが経済学の教科書に書いてあることですね、黒自治体は個人であり、赤自治体は企業であって、政府はバランスしてゼロですというのが経済学の教科書に書いていることなんですが、実際、一番大きいのは日本は個人の貯蓄、ほとんど政府部門が吸い上げてしまっているということです。 ですから、これが何を意味するのかというと、こうやって見ていただきますと <laughs>、ただ国民はほとんど国債を持っているとか、国債が問題になることは非常に少ないです。なぜか、国民は国債を持ってないからです。えっていうことですね。何言ってんだと。お前、持ってるって言っただろう。日本人の個人は直接には国債を持っていないんですね。直接持っている人は誰かと言いますと、ほとんどが金融機関であるということですね。銀行等、288億円、8兆円ですね。 ですから、それから生存保、それから公的年金、こういうところ、まあ、これが御三家と言ってもいい、金融機関ですね。そのうち、例えば、郵長と官補だけで合わせて220、30兆円を持っておりますから、この郵便局というのは実は国債の保有の3分の1を占めておる、で、我々の公的年金も4分の3は国債に投資をされていると。でそのの他日銀がが持っているのが 8%ぐらい外国人が持っているのはこれいろんなデータありますけどここでだいいた6.8%ですから、えー、93%日本人が持ってる海外の人ほとんど持っていませんギリシャの国債は8割は海外が持ってますですから市場の規模は日本の13分の1ですけれどあれほど大騒ぎになるのは外,外国人が持ってるから大騒ぎになった損が出たからで日,本人はも日,本日本の国債は日本人が持ってるから問題ないと言われるんですねそれ日本人が騒がないというだけの話なんであってですね これ下がったらほとんど日本人に影響がいくということは日本の国債の問題はそのまま日本人日本経済に直結をしてしまうという構造になっています <laughs> まあこれはちょっとバランスシートになってきたでどうして僕は私があの、まあ、暴落というようなですねことまで言ってしまうのかというともうそもそもこの日本人が日本のその 日本人がっていうのがまた不正確ですね、日本の金融機関等と合わせて日本の居住者が買える限界がもうどんどん近づいてきてるということですね。ですから、まあ、これはフローとストックの問題から言えば、毎年のフローがあまりにも巨大化していて、でそしてその需給関係で供給のフローが毎年160兆円もありますよと、じゃあ、そしてそれに対する需要ですね。 買い手サイドって一体どこまであるのかと、ここまで見ていただくと、ほとんど金融機関買っているわけですね、主には。海外等々、家計もありますけれども、じゃあ、金融機関に対する日本人の貯蓄っていうのはどれぐらいあるのかというと、日本が貯蓄大国であったとっいうのは完全に過去のお話でございます。20年前、はですねここ20年前日本の,この国債の箱がまだ20兆円ぐらいしかなかった頃には、日本人の貯蓄は15%ぐらいありました。当時と今と今あままりり実は GDP 変わりませんから えそうすると、その当時、毎年30兆円ぐらいがです、ね、あの金融機関に流れていたということですね、まあ、そのときでもいい加減20兆の国債の発行ってのは多いんですけれども、今はそれが全然バランスが違ってきていると、年間に発行される国債が160兆円も発行されていて、日本人の貯蓄はなんと2.3%まで、可処分所得450兆の2.3%ですから、9兆円しかないんですね、毎年、要するに日本人の貯蓄は9兆円しか増えてないよと。 それなのに160兆円も国債が発行されているんだよ、これまでよく買ってくれましたねということなんですね。でこれからさっきちょっとあまり詳しいこと書きませんでしたが、このじゃあなぜ買い続けたのかということは、1つは BIS といういわゆるグローバルスタンダード、この BIS ルールというのは私はこの国債の世界的大暴落があったら廃止されると思います。なぜかといえばば、OECD の国債であれば リスクががゼロ。こんなまやかしが今もまかり取っているわけですね。だってムーディーズとかスタンダード、S&P っていうのは例えば GE とかトヨタの社債であれば AAA だけどギリシャの国債は今 WB なんですね投資非適格なんですよそれが正しい評価だと思いますところが BIS のルールっていうのはなぜか OECD の国債だったらリスクがゼロで社債だったらリスク100なんですね こういう不思議な、マ、ま、か不思議なルール、まあ、これはこの本の中にも書きました、いろいろアメリカが導入したかったこととかいろいろなことがあるんですが、日本はこれを昔拒否してたんですが、93年から日本がどんどん国債発行することを決めたときからなんとこの BIS ルールを自分で採用してしまいました。それからこの BIS ルールとかリスク管理という言葉は、日本の金融機関に国債を買わせ、逆にもう一つは企業への貸し出し。 株式の保有、不動産の保有、全てを減少させる方向に強いバイアスで働いてきたわけですねで。そしてこれがその97年以降からの金融機関の破綻、公的資金の注入、金融庁ができたこと、その他でいわゆるグローバリゼーションとか金融のリスク管理という名のもとに何が行われてきたのか、日本のその金融セクターにおける国際保有の爆発的な増大と、これだけ買っていた,だ買っていた誰なのか、そして民間に対する 資資本の資金の金激減とということがあるわけですね80年代の半ば、今から3 20年からさ30年前は、だいたい日本の金融機関が持っている株式の含み益は100兆円を超えていたと言われます。今、日本の金融機関が持っているこれ見てください株式、どれぐらいあるのかというふうに言います。株と出資金で、わずかこれ金融機関全部ですよ、40兆円しか持っていないという。 ここういういとになってるんですね昔は含み益で100兆円超えてた、それが今株全体で42兆円ですね、不動産なんかここ項目にすら入らなくなってきているということですね、皆さん、だからよく官から民とかお言葉を聞きますけれども、現実にマネーの世界で20年間起きたことは、すさまじい民から官への国家への資金の吸い上げが起きてきたわけの話なんで、つまり、もっと言えば税金払うの誰ですか それは民間しかないわけですね。その民間の資金を吸い上げて、国が全部吸い上げれば、税収が減るのは当たり前。成長資金が供給されないのは当たり前。ですね。だから今何が起きているのかと言いますと、昔、私はまあ不出来な経済学部の生徒であったときに、金融論に行きますと、オーバーボロイングとかオーバーレンディングという言葉があったんですね。オーバーローンとかですね。何であったか。つまり、都市銀行は、 旺盛な資金需要がありすぎるために預金を集めてもそれじゃ足りないから、資金から金借りてたと、これを予対率と言います。昔は予対率100を超えるのは当たり前と、その分どん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 他から借りて、昔は大手銀行、三井とか三菱なんかはですね国債買うなんて考えられないですね、株を買う、不動産を買う、何よりも企業にどん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 貸し出しをする、金が足りない、それをどんどん取ってくる、そういう旺盛な資金需要があった。それが今、予対率75です。 預金の74分の分ししか貸していないなんですねこういう状態になっているの、なぜか、これはリスク管理の名のもとに、要するに資産があって、利益があって、ねで、そして十分もちろん黒字を出している企業にしか貸しちゃいけないということですから、ベンチャーになんか金貸せませんよね、当たり前ですよね、ベンチャー企業の定義は資産もなければ、そしてキャッシュフローもまだ回ってない赤字企業ですよね。 そこにお金を貸すっていうことは今はタブーですね。当然のことながらそれに対する資金供給を行われない。でこれアメリカはって言いますとそういうルールを作り出したアメリカは何のことはねそんなことでは違うトラックがいっぱいあるわけですね。年金とかファウンデーションは当然のことながらいくらでもそれはそういう金融規制の外側にありますね。例えばベンチャーキャピタル、でそれからそういう予算の出し方。 でそれからあといくらでもごまかし方があるのが、証券化であったり、デリバティブですね。これ全部オフバランスシートになりますから。ですから、アメリカの金融機関、実は BIS のルールなんかほとんど関係ないです。それを日本だけはもろに受けてきて、そこに金融庁の規制とか絡まって、ここ10年、20年、特にここ10年間強化されたのが、一切のリスクを取った投資をしてはいけない、まかりならないということで、すべての資金がこうやって国産に集中してきました。そのおかげで、 特にリーマンショック以降は世界からの資金も集まっていますから今日本の国債の価格は史上最高ですよねかつドルベースで見たらさらに最高ですよね最高の円高ドル安とそして日本の国債の最高値がなってるわけですねですが皆様も,もどれだけ日本の財政収支が悪いのか財政赤字は国債なんですねここにだからそのす,すさまじい思考のマネーロンダリングみたいなことが起きているわけですねバランスシートの右軸と左で言えば 要するに右側のライアビリティで見たら国家の財政赤字ですよね、それが左側のアセットになって国債ということになったら、途端に安全確実だっていう、まあ、これはあの世界的に起きたトリックなんですけど、BIS 以降。なぜそれはギリシャの国債があんなに売れたのか、ポルトガルがあんなに売れたのかと、実はほとんど同質的な問題なんですが、日本はそのギリシャよりもポルトガルよりも財政の状況も国債の発行市場におけるファンダメンタルもすべてはもっと悪いんですね。 ところがその価格が一番高いということはまあ私は30年間金融とかそういうことをやってきて80年代の日本の不動産の状況であるとか2005年におけるアメリカのサブプライムであるのかと非常に動詞的なものを感じますね要するにそのバブルというのは最後になるとファンダメンタルがものすごく悪化している誰だって語っているにもかかわらず現実の価格が上がり続けるんですねそのの後に来るのは もののすすごいいコラプスというのが参りますで実際に30年以上前に日本でも国債の暴落が起きました、61国債の暴落というのが私が証券会に入る1、2年前に起きまして、このときには6.1%で発行された国債の流通利益12%まで上昇しまして価格が3割下がったんですね。それと同じことが起きれば、日本の国債の,その日本のに、まあ、金融機関に対する損失はおよそ200兆円になると。 これアメリカがリーマンショックで思ったロスで国家が救済した70兆円です。それに対して200兆円ぐらいと。ですから、それは今年の税収が37兆しかなかったわけですから、その5倍を超えるだけのショックというのが来る可能性が極めて高いだろうということですね。そのときにどういう問題があるのかといいますと、クライシスというのは大体弱いところを当然襲います。クライシスが来た時に あのまあ、今までの,その財政赤字のいろいろな議論をお,かお,お伺いしていると、どうもなんかこう、地球温暖化を連想するんですね、地球温暖化でだんだん海面が上昇すると大変なことになると、北極の白熊,白熊ちゃんをどうやって助けてあげようかと、こういう話になるんですが、私はこの国債の価格暴落っていうのは津波と同じであると、マッハ1でやってくるわけですね、何年も何,年も何十年もかけてやってくるもんじゃなくて、あっという間に瞬時にやってくる、瞬時にやってくるわけですから、瞬時に対応しないといけない。 でこれ時間軸がまるで違うとでそしてそれは財政赤字という財政の問題が国債という金融手段に転嫁されて金融機関に持たれていることによって金融システム問題に転嫁してしまうということですねこれ第一点そして近代国家というのはまあナチス・ドイツが最初にやったんですが預金保険その他を使って金融機関の破綻は国家が救済するということを義務化しております ですからリーマンショックで止まったわけでそれ自体は非常に必要な制度なんですがつまり財政で発生した国債という金融的手段が金融機関に持たれることによってそこで破綻が起きたら国家が救済するということは財政がそれを再び救済するという財政問題に転換してしっかしその時にすぐ増税ができなかったらまた国債を発行するという金融手段にまた帰ってこなきゃいけない。こういういですね、 なんて言うんですか往復運動の増幅する往復運動が瞬時に起きてしまうということなんですね。ですから200兆円の損失が発生してしかもそれが1日2日で救済しないと400兆になると拡大したときには即国債を発行し買わなきゃいけないと誰かが。しかしその国債を今まで買ってきた人たちに損失が発生している,いるわけですからその人たちは買えないわけですね。 買い手の不在という問題もそこに来ていますよと。今の160兆円を不祥化するのが大変なのに、160兆円は先ほど申し上げたのは不老問題ですね、これは。これは毎年の不労問題。だけどこれは全部累積して、まあ、私もよくわからないですけれども、不得意だったら積分というので考えてみたら、これはです、ね、毎年の発行値、不労ですから、それが累積したストックになっているわけですね。ストックは瞬時に、 価格が変化する特に暴落するときはとあの証券の価格っていうのは必ずこれはですね変更するとき時間事故とれば正規分布にはなりませんまあ。 ジェットコースターとしてトッとトッと,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 と上がるのには何年も何年もかかる。上がると下がるときはほんの一瞬でボーンとくるわけですね。なぜかというとこれはディスインターミディエーション、つまり金融機関の破綻が起きますからそれはあっという間に連鎖するんですね。上昇するときはゆっくりだけど破綻は一瞬であるというのはどのような金融現象もそれはなぜか破綻は連鎖するからということです。その破綻を止めないと。 本当にシステムの崩壊、メルトダウンが起きる、だからそれを止めるっていうのは相当な大変なことなんですね。これリーマンショックの時ですね。リーマンショック、2008年9月14日、リーマンを破綻させてしまった。ベア・スタンズを救済したんですね、3月に。とはリーマン破綻させてしまった。AIG も破綻する、ファニメが破綻する。そうすると、なんだ、この国営機関も、えあのファニメっていうのは BS 上、AAA ですからね。 トリプル a が破綻した、それからトリプル a の AIG も破綻した、リーマンはベア,ベアが救済されたんだからみんな救済すると思ってた、破綻させてしまった。ということになると何が起きるか、もうお互い金貸せないと。金融市場っていうのはお金はお互いに調達しています。ですからこれが本音の金利、ライ b o ですね。ロンドンインターバンクオフアードレート、これで見るとボン、要するに、えー、ここの場合だと、こちっち、すいませんね、見にくかったんです、これ2%台だったのがあっという間に5%、2週間ちょっとで。 上昇して、ここで株が世界で全部暴落してる。なぜかと言いますと、要するに金融機関お互いに金借りられないんですね。要するに金を貸す市場が麻痺してしまったら、売るものは株しかなかった。だから株を売るとさらに価格が下がって損失が拡大してしまった。 だから今回、ちょっとここでゆうチョってもう私、書いて,てしまっていますけれども、U チョ、官報、ここ一番危ないでしょう、なぜかというと、うチョ、今、まあ、150兆とか160兆ぐらい国債を持ってますが、現預金6兆円とか8兆円しか持っていません、自己資本8兆しかないんですね、でバランスシートが200兆円あるところが8兆円で、なんで済ましているのかというと、国債はリスクがないから、なんとバランスシートから除いてはこんなルール勝手に作ってるんですね、そんなこと言ったって、資産は資産でしょ、と変動するんですよと。 国債はリスクゼロって、そんなまやかしい自分で信じてて、自己資本比率があの日本の金融機関で最も高いことになってるんですね、ゆうちょ銀行というのは。そういうトリック、これ私があのあのネットメディアで指摘をしたら、そこから呼びつけられましてね、金融機関から。削除しようっていうんですよ。ああよく中国のことを民主主義じゃないとか言論自由がないって言いますが、私、よくそういうことを経験してます、日本の中で。 でそうやって隠されているんですが、郵長官報、実際には自己支援ほとんどありませんで。怖いのは現金が6兆とか8兆しかないんですね。でこれ、大体いい日本の国債っていうのは平均デュレーションが 4, 4ですから1、1%金利が上がれば価格4下がります、2%下がれば8下がります、160兆円の8%って、それだけでも14、5兆の損が出るということですね。ゆうに自己もも現金も超えてしまう じゃあみんながそれでお金を下ろしに行ったらどうなるんですかゆ長の定額貯金っていうのは即日か翌日下ろせますから皆さんがおろしに行ったともう現金ないとで売る資産は国債しかないと言ったら国債売るしかないわけですね。国債売ったら何が起きるか価格がさらに暴落するこのリーマンショックのときと同じメカニズムが起きるでしょうということですで。価格が低下するとそれが他の市場にも全部でそういうことはトレーダーみんな知ってますから一旦それが起きればみんな国債をダンプしますよね。 そういうことが分かっていれば、あっという間に拡大するでしょうということは、このリーマンショックのときだって、これだけの速さで起きてます、この価格の下落っていうのは。で、この時点で止まったのは、ここのピークのところで、アメリカとヨーロッパが全部で合わせて200、300兆円、財政資金を投入することを決定したからとまったんですね。それを300兆円出すことを決めなかったら、これはもっと発散してました。 ですから同じでアメリカはもうそれ二度と繰り返されないということを分かっています。ですからリーマンショック後、アメリカの FRB がやっていることは何か今ある国債を全部買い取ろうとしてますよね。ですからリーマンショック後は100兆円しかありませんでした FRB のバランスシートは今250兆になっています。これを今度また50兆買いまして300兆になります。ですからこのアメリカは今の段階でもう市場にあるアメリカの金融機関が持っている国債は基本的には買い取りをしてしまうと。 これはの終戦直後に5年間やったことと同じオペレーションにも入ってます。ですから、この日本の財政状態も敗戦直後と同じくらい悪いと言われてますけれども、アメリカもすでにえ財政赤字のその先にある国債暴落に対する対応というのを先に国債を全部買い取ることで吸収するということを始めてます。日本の場合は日銀はここはほとんどやってません。 リーマンショックが終わってから実は日銀がやったことはむしろ持ってた持ってる国債を売却したことで140兆円あったバランスシートを今110兆円に減らしました。で、今度、まあ金や対抗で大騒ぎして金融緩和、量的緩和をするとか言って5兆円です、今度増やすの。140あったのを110に減らしてそれから115にするだけなんでで、片方、アメリカは100兆のものを250兆円に増やして今度300兆にします。 ですからアメリカの場合はここでまあ最後のカードを切ろうとしているということだと私は理解しています。それはどういうことかというともう二度とその金融機関の救済を財政資金でやることはできないとそうすると今の段階から下がるかもしれないアメリカの国債は少なくともアメリカ人だから全部買い取ってしまう暴落する、FRB が持っている損する、お札すりゃいいじゃないかとそれだけの話ですねインフレになるか、うん、過去の実績ではなりませんでした。 1946年から51年にかけてですね当時のアメリカもやっぱり長期国債が GDP の1.4倍まで非常に増大をしていたわけですね、戦時国債を非常に増発しました。そして暴落のリスクがありました。5年かけて全部買い取りました。で、その後さらに資金吸収をやりましたのでインフレも起きない。そして朝鮮戦争が始まってからインフレが始まった。こういうふういふな経験を一遍 アメリカは非常にうまく軟着陸をした経験があるし今のおそらくアメリカの民主党政権あるいはバーナンキーにはあるいはアメリカのトレジャリーにはそれ以外の選択肢は多分ないんだろうなとですからこれは単なるアメリカが今やっているのは金融緩和だけではないそれでここまでの,その激しいですねバランスシートの増大ということをやる必要ないわけですねですからそれと同じことを言えばこの日本のこのジャパンショックに対するので一番大きなメッセージっていうのは中央銀行が 買うこと以外はですね、おそらく、買いはないのではないかと、ただ多分やらないでしょうと私は思います。今の日銀の姿勢、あるいは日本の、まあ、なんていうんですか、情報のアウェアネスないですから、日本の社会に。 そういうことはもともと国債というものが認識もされていないし国債が暴落したときに何が起きて国民生活に何が起きるというのは冷静な議論というのはされたことはないです今までタブー視してますからで,ですからこれはちょうど鳥サーズとか鳥インフルエンザとかサーズとか巨大な津波とかも一緒ですけども防災対策というのは何の備えもなかったら一番ひどい形になってしまうとでそれをうまく説明しないとさらにそれが。 まあ非常に難しいですよね政府そのものが国債下がりますということはできないわけですからただ、そういう問題を少なくともリーダーシップ層の中ではきちっと議論しておいて実際にこういうことが起きた時にはどういう手段があって何を選択するのかっていうのをあらかじめやっておかないとこの間の尖閣の時みたいにこの船長を捕まえれば何が起きるのかっていうシミュレーションが全くないからああいうことになってしまうわけですね。 そのシミュレーションぐらい今からしておきましょうというのが、まあ、私がこういう本を書いた理由なんですけど、大体こうなるだろうというふうに思っています。ですから先ほども申し上げたことと、まあ、あの変わらないです、本質的に言っていることというのは、財政赤字が拡大して、これいろんな理由、財政赤字イコール赤字国債である、赤字国債の発行の限度と保有の限度が来たら当然価格が下落すると。 下落すれば金融機関に損失が損失がを,を救済する政府は義務を負ってますからそのままでまた巨大な財政赤字が発生してそれは巨大な国債の発行を意味するとそれをも,うもはやもともと買えないから発行した暴落ですからその時買い手は誰もいないわけですねですからその時の買い手が誰もいなければでそしてその時から国債を日銀に買えというのはこれはあの両院の決議が要ります 今、買い入れをするのには両院の決議はいりません。で、赤字国債の,の引き受けというのはあの発行の引き受けですね、これには両、えー、院の決議が必要ですが、これねじれ国会になっていますから、えー、多分通らないだろうと。で、最初のクライシスはおそらく来年の3月末ではないかと思います。なぜかと言いますと、そのときは予算関連法案がのデッドラインですね。 それは特例公債法案、赤字国債の発行法案というのは、これは年に1回決議しなくてはいけない、そういう法案ですから、あごめんなさい、ちょっと他のにいっちゃいましたね、すいません、僕は変なとこ教えて、ごめんなさい。えー、ですので、最初のクライシスはおそらく3月末までに来てしまうだろうなと。 でその時にねじれ国会でそのままいきますとこれは予算が成立しません。何しろ赤字国債出ないとあの税収よりはるかに国債発行の方が多いですからそれがないと来年の予算組めませんのでそうなってくるとありがとうございますそうなってくるとそこで日本の財政はこんなに危ないんだっていうそれ自体が国債市場に対する大きなインパクトになりますからそこで起きるかどうかまあ、分かりませんこれはあ,のあまり無責任なこと言えないんですがだいたいあの サブプライム問題も2007年の3月に最初に出て夏に大きくショックがあってで翌年の8年の9月10月に大暴落が来ると大体いいマーケットっていうのはこの情報をこなして最終的にみんなが諦めて売るのに1年半から2年ぐらい普通かかりますから、まあ、最初の情報が来年の3月ぐらいに出たとしてでそして来年でほぼもう国民貯蓄を全て政府部門債務が吸収し終わってしまいますので。 もう完全な飽和点を迎えるでしょうからそういうことと標速を合わせればやっぱり2年以内にはです、ね、こういう事態はもう起きるというふうに私は思っています。まあ、以上はこのジャパンショックというものなんですけれども、まあ、その後にどういうふうな経済を作らなきゃいけないのかこれ非常に難しいですね。あの 仮に一番うまいストーリーで言って日銀が全部買ったとしてはほとんどありえないと思いますけども日銀が全部買いかつインフレも起きなかったと起きない可能性はありますなぜかというと穴が大きく開いてますからその穴を塞ぐために貨幣を供給するだけですからインフレとおっしゃいますけどデフレの最初の大きな穴を埋めるだけですのでこれはプラスマイナスゼロですもっと言えば国債の既然償還があったことと実はテクニカに言えば一緒ですほとんど金融機関にとって100で買い取ってもらったということと同じですから も私もちょっとハイパーインフレが来るというような形も書いたんですけれども、それだけでもないだろうと、それ自体がインフレになるかどうかまだ分かりません、ただ日本の日本人が保有している国債全部買うと600兆円とかいうになってきますので、アメリカの大体倍になりますから、600兆果たして本当に買うことができるのか。これはちょっと えー、経済学者にぜひ考えていただきたいことだなというふうに思いますけれども、とにかく財政を今後は均衡させることはしかないのは確かだと思います、なぜかというと、それから金利が非常に大きく上があります、ですからこのままいくと日本の国債の発行、毎年160兆ぐらいしていますから、5年で800兆ということになるわけですね、ですから金利を5%ぐらいまで上がってしまうと、あっという間に4、50兆年間の利払いだけで増えてしまいますので、それはもう、 所詮、財政均衡するしかないとそうすると歳入を大幅に増加させるしかないとこれ、法人税をです、ね、減税しろっていう,ようなことを今言ってますがとてもありえない話だと思います。法人の所得から売上から資産まで全てを含めた、えー、もちろん消費税その他大幅な増税収入増あるいは歳出の大幅な切り下げですねこれやるしか当然、均衡する手段ないわけですからでそれはできないと思いますので。ええ よほどクライシスなりがあり、前は結局、後で説明しますけど、敗戦というようなことがあったから、そしてアメリカが占領軍で強制したからできただけの話で、日本の今の民主主義制度、少しでも人気が、人気取りでほとんど政治が決まっていきますから、そういう不人気政策をですね、堂々とやって、しかもほとんどの国民が悪い方の影響を受けるということがですね、現在の日本社会でとても行うことはできないのではないか。だから 先ほど申し上げましたように日銀が処理をしてすべて無傷になってかつ財政が均衡するっていうのは、まあ、夢物語でしかないだろうというふうに思いますでもうちょっと言えば私はやっぱりこれは日本の今の経済っていうのは、まあ、第三の敗戦だろうなと、まあ、一つはペリーが来た時の敗戦とこれは日本が自分で負けたと分かったので自分で変わったわけですが2番目は本当にアメリカに負けた敗戦ですねで3番目は経済間違いなく敗戦しているということだと思います ですからここからお話しするのは、日本の次はシステムの問題といいますか、実は20年ぐらい前から日本の,その経済システムがまあうまくワークしないということは、だいたいろんなことで分かってきていたとは思いますけれども、今に至るまで本格的ないわゆるモデルチェンジというのは、まだ日本はしていないんだろうなというふうに思います。それはどういうことかといいますと、ちょっと2つほど書いてますですね。 ほととんんど同じここ書いちゃってままますこちらのの方がまだ簡単かもしれませんであの実は日本の税収というのは20年前の1990年は一般税収で60兆円ありました今年が37兆ですからそもそも税収が4割、えー、ぐらい下がってしまっているとで一方で歳出の方は当時に比べて、えー、倍増近くなっております。 ですからこの歳出はほとんど予測通りなんですね、歳入が実は予定の3分の1しかないと、だからこれ、会社として例えますと、この会社はほぼ予算のコスト面は予算通りだったと、売上は3分の1にしかならなかったと、20年たって、それがこの国のビジネスモデルの一番大きな問題ですで、かつて税金を払ってきたような人たちが払わなくなってきている、あるいは新しい産業は育ってないと。 でこれはあの2つありまして当然グローバリゼーションで海外にどん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 企業が出ていけば海外では払っていますで企業セクター今あの対外純資産という形で言えば史上最大お金を持っておりますでそれから国内の預貯金も一番ありますから合計で400兆円お金を持っています、えー、ですのでむしろ企業が今むしろ資金余剰主体になっていると問題はそれが日本の国内の雇用や税収には結びつかないと、まあ、これは あの出ていった企業にとってみたら当たり前の話でございましてもう日本はすでにもう世界の工場ではないわけですから日本にその依存だけしていたのではですねえやっていけないということになるかと思いますですから一言で言えばやっぱり税収や雇用をもたらすような新しい産業はまだ育ってないなとでこれは20年前まで非常に世界の中で貫たるものであった太平洋ベルト地帯ここでの大都市化工業化 台北輸出というこのビジネスモデルからやっぱり本当には脱却をしていない企業は脱却してもそれに変わるような他の地域でのポスト工業化型その他の産業というのは育っていないと2番目はですね実はこれまではその高齢化の問題というのは地方の問題だったと,ところがこれは今後20年ぐらいなんですがこれから高齢化が進むのはこの東京をはじめとした大都市圏であると。 首都圏ではなんと20年間で8割も高齢者が増えていくとでそうなってきた時に最も不利であるとですから今まではひ平たく言えば大都市特に東京が、まあ、富士山みたいなもので富士山に降った雨が全国をこう潤して補助金とか それから交付税をもたらしていたんですが、これからは最もコストが高く、最も収入が減ります、首都圏の大体平均所得が毎20年で25%減ると言われてますから、税収は半分以下になると思います、そのときに社会福祉関係のコストは爆発的に増大いたします、特に介護施設や病院、絶対的に数は足りません、首都圏だけで大体いい、えーまあ、私もその中に入るわけですが、高齢者というのが800万人になってきます。 ですからあその土地が高い、ないでそしていろいろなコストが高い首都圏そしてそこで税収は入らないということになってきますとむしろ首都圏を中がブラックホール化するとそうなってくると全国の、まあ、首都圏からの,その資金の配分に依存している地域が伴おうしていくということがは,はっきりしていると。 3番目は、これは世界的なシステムの問題なんですが、世界の人口の中で、都市人口がついに今年半分を超えてしまったと。昔はだいたい8割ぐらいが農業とか狩猟、最終、いわば自給自足経済で、2割が工業化した地域だというのが、だいたいまあペリーが失礼しました、コロンブスがまあアメリカに行って以来、3四百400年はそれが続いていたと。つい100年前はですね、いわゆるヨーロッパがまあ支配している、いわゆるアメリカとかも含めればですね、 80%ぐらいの地域はそうやってヨーロッパ人を支配していたとそれが今はどんどん独立するだけではなくて都市化をしで生産をし中国とインドを合わせるだけで25億人で日本の20倍ですからまあ今歴史的なプロセスの中で見てみるとまあインドや中国というもともとの超大国が復活してきているまあそれ自体は非常に自然なことだし立派なことだと思いますけれどもそれが世界的に環境や資源食料の不足 こういうことを言うんでいるということになってきますからそもそもこのメガシティ工業化、都市化自体の構造が完全に限界に来るという問題これが出てくると思います。ですからちょっと今申し上げたようなことはここでいろいろとデータの形で書いています。ですので私はまあそういう意味では第3の国土の変革期が必要であろうと。ですからそれが先ほど申し上げたちょっとまああの 高速道路無料化みたいなことも申し上げましたけれども多次元のネットワーク型の特に物理的な大都市ではなくてネットワーク化されて分散化された国土構造に変わらなくてはいけないというふうに思いまして、まあ、それの一つが高速道路の無料化であったりあるいはマネーの面からです、ね、地域循環をするということなんですがただそこに行く前にこの国債の崩壊の現象というのはどうも起きそうだなというふうに思います。 それでですね、ちょっとお待ちください。ちょっとこれはあれですね、こちらの。 はちょっとプレゼンの中に入ってないですね、すみませんが、お手元の資料の方には入っていると思うんですが、過去2回の変革を生んだ想像と破壊というところがありまして、すみません、こちらの方とはちょっとずれてしまってますですね。えですので、ちょっとお手元、すみません、ちょっとこのページがですね、見にくいんですが、 この次だと思いますが、えー、とこの大都市依存の限界の次だと思いますが、これを使いながら口頭でご説明をしていきます。あとは少し見ていただきたいんですけれども、あのやはりです、ね、今まで日本の近代の中で2回です、ね、非常に大きな経済成長がありました。それは1つは明治維新、第2は戦後なんですけれども、この両方とも当然のことながら、 前のシステムが完全に破壊されて崩壊することで新しい制度ができてきたわけなんですね。ですから、その新しい制度とか新しいシステムというのは、まあこれはあの私の尊敬するインドの友人はそれは当然だと、シバが偉いんだと、破壊の神様が、そのうち想像するブラーマンがいて、その後それを守るビシュニューが出てくるのは当たり前の話であると。 でこれはあの複雑系のカウフマン先生もおっしゃるんですが大進化の前には大破壊必ずあると、まあ、だからそれはある意味でしょうがないことなのかもしれませんが、まあ、前2回は当然ながら明治維新というのはその非常に多くできた爆藩体制というものをぶっ壊したで市民平等になってみんなが兵隊に行けるようになったと藩の垣根がなくなったからどこでも住めるようになったと、まあ、これが大ベンチャー時代を生むわけでどんな職業でもどこに住んでもいいわけですからこれであらゆる近代工業ができたと。 で精神的にその明治維新を支えたのはもちろんこの福沢諭吉先生のですね一心独立して一国独立とこの学問の勧めの教えですねつまりそれは明治維新とは何であるのかということをまあ国民に教えて、まあ、それで日露戦争を勝つところまでいくということがあったわけですねでそれが今度はこの第二大戦で完全に今度アメリカから破壊をされていったでそれによってその古いまあ戦前の日本というものがなくなって で今度は農村社会から工業化で最初には最初に国勢調査やった時には新潟が一番人口が多かったんですけどそれが、えー、東京中心そういう工業化、大都市化、ピラミッド化,れた化された大都市の方に移っていたと。 おそらく今後、これから壊れようとしていくのはこの戦後経済、あるいは戦後の日本社会の基本的なメカニズム例えば輸入国家であって太平洋ベルト地帯中心でやっぱり資源や食料を輸入して外に輸出をしていくであるいはその石油経済に,非常に依存した形で経済体制を構築するあるいはその自治体をほとんど国から養ってもらえるとあるいはその年功序列の構造 そういったもの、もろもろのものが、ですねやはりこれから壊れざるを得ないということになってくるかというふうに思います。で、その先にまあどういうものがあるのか、これはちょっと今日の時間の中でとても書ききれないものですから、一つのディメンションだけで言ってみるのが、この資源やエネルギーの構造、なぜかと言いますと、ここがやはりですね、世界史的にも、 人類史的にも人類史ってまあ人間のそのあり方の根本がこれからやっぱり変わろうとしているとそれはやはり世界の人口がまず増えたと100年間で16億人から70億人に変わろうとしていてでこれからあと40年ぐらいで90億人になっていくとでその中で都市に住む人が半分を超えているということですからそうなってくるともう外からいくらでも遠いマイレージでお金さえ出せば食料やエネルギーや資源が手に入ることがこれ基本的になくなってくると。 ということですねですから、都市化が進むと同時に始まることは都市の,その他者依存構造が崩壊をしてしまうということになってくるわけですね。ということはどういうことになってくるのまず基本は自給自足になっていかざるを得ないではないかとその後エネルギーも食料も自分で作るしかない。 もちろんすべての人がそのお百姓さんをやるわけではないです、お百姓さんといいますか。でその地域地域の中で食料や水やエネルギーを基本的に生産をしていく、でそしてそれを消費していく、まあ、いわゆるその地産地消ですね、ということが起きるわけですが、実はこれはその構造として言えば、まあ、情報からまず最初に起きたんだろうと。昔はそのメインフレームで計算したもの、を、みんなパーツでこうやって片方向でもらっていたものが、パソコンになって、それが結ばれてインターネットになることによって、 まあ、子どもがです、ね、世界に対して情報発信することだってできて今もうこれを誰も当たり前だと思っているわけなんですが昔は考えられなかったことだったとですからそれは双方化するしハブになっているで分散化しているけども全部ネットワークでコネクトされているわけですね。 電気がだからその次に多分それに移行していくであろうというのを皆さんもご承知のことだと思いますね。結局各地域地域で作られていく、でそうして作られていったものがそれぞれが、しかしインターネットの時と同じで全部が同時に映ることではなくて、ランロ、ローカルエリアネットワークでつまり一つのところで集中してそういう地域ができてそれが今度結ばれるようになってくるというのが今度その電気システムで多分起きることであろうと。 で食料もそうですし、でそれからもう一つは資源の循環ですね、まあ、こういったものの中に入っている、例えば金属であるとそういうものをもう地中を掘るよりも再回収して、また利用するほうがいいわけですから、この物質循環もインターネットとナノテクと環境整形によってネットワーク化されていかなきゃいけないということになってきますよねで、そうすると食料の生産もそうだ、水もそうだということになると、都市の構造自体がそうならないとうまくいかないと。 で100年前にまあ東京っていうのは主に設計されて、まあ、三菱地所等々はできたわけですけれども、えー、当時はだあの平均寿命は日本人がいたい467歳ですから高齢化社会というのは存在しなかったわけですね。とは高齢引退後の方が長い人の方が多いということになってくるとそもそも今の東京のように非常に長いところを動かないと例えば銀座ショッピングしかない大手町行ったらオフィスしかない杉並行ンタ住宅しかないとか。 工場しかない,そういう機能文化をして昔は便利であったものがコンパクトにワンセットになっていないと供給できなくなってくるということですねですからこれがその都市の構造をかなり規定もしてくるし経済の,その競争力をかなり規定してくるドイツなんかがそれに割と適合しているのがもともと中世の街がそのまま変わらずにあるわけですねですからそれれがコネクトされることによって 経済圏が新しく多次元ネットワーク化するでしょうというふうに思っておりますで特に一番大きいのが、えー、産業革命はほとんどエネルギー革命と同時に起きておりますから250年ぐらい続いたその炭素資源ですね石炭から石油こちらがですねやはりエネルギーというものが太陽から基本に得られるこれはあの太陽光発電だけではないですね太陽の光から熱から風 水そして植物すててですねでそして実は太陽が供給するもの他の食料もありますし水の循環もそうですから実はこの太陽経済っていうのは私が言う太陽経済ってエネルギーも食料も環境も水環境もですね全て含めて太陽を 機動力とするこの地球システムというものをどうやって動かしていくのか、まあ、これは昔は当たり前のことだったんですね。お天道様でみんなが生きていくというのを、それをテクノロジーとそれから社会システムを同時化することによって多次元ネットワーク化しないと進んでいかないのではないかというふうに思っています。でですのでもうちょっとこれは時間がもう 限られててしままっておりますので皆様ご存知いただきたいんですがでそこで変わってくると非常に面白いことが反グローバル化のようなことが起きてくるんですどういうことかというと例えば自動車産業自動車産業は電車と同じような運命をたどるだろうとつまり電車産業というのは正確に言えば鉄道事業の方が大きくて電車製造事業はちっちゃいわけですよね現在自動車交通というのを見ると自動車製造の方が大きくて自動車を使う例えばレンタカーとかそういうインダーは極めて小さいわけですよね だけど、ただのナノが25万円できるようになってきて、電気自動車になってきて、例えば50万円の車の平均価格になったとき、東京の人はどれだけの人が1月5万円の駐車場で払って車を保有しようとするのであろうかということなんですね。であと、電気になってくるとどういうことが可能になってくるのかって、これ今でも可能なんですが、例えば小学校1年生の女の子が、 おばあちゃんのお見舞いに車に乗って行っちゃうと。で、お母さんが操作して、そのまま病院の中に来て、ベッドサイドの横に来て着いたら、そこで自動的にテレビ電話でお母さんと更新ができる。これは技術的に実は可能なことになってる。で、それで言いたいことは何かというと、自動車が最終的にパーソナルな電車になったとき、自動車会社のミッションというのはちょうど100年前に。 鉄道事業者が考えたように単に鉄道を走らせることから地域を経営し開発しそこで付加価値を作る経済圏を作ることに変わっていかなくてはいけないわけですね。でそうするとその道路から建物の中から駐車場から公共施設からそして車そのものも情報とそしてエネルギーとそしていろんな移動手段を やり取りする場になっていった場合には、そうすると車の在り方っていうのも変わってくる。ちょうどコンピューター、あるいはこの情報産業がメインフレームからパソコンからソリューションに、IBM だけが変わっていったように、例えばトヨタが生き残りたいのであれば、地域開発会社に変わるしかないんじゃないですかとで。そしてどこかでガソリンエンジンを使った車の事業を売却して、その資金を使って、例えば地域ソリューション会社を作って、 全国で数千万台の、例えば数百万台ですかね、車を保有しながら地域開発をしていくとか、そういうビジネスモデルを考えなくてはいけないのではないかということは、結局21世紀の最大の産業、私は地域づくりになると思います。新しい地域をつくるというのは、あの先生からも先ほどお伺いしましたけども、こちらのプログラムでもですね、地域の水であるとか、さまざまなソリューション、遠隔医療であるとか、それおそらくそういう新しい未来志向の 技術それもそのテクニカルな技術がもちろん基礎になりますが社会的な技術そしてその共同体の作り方住み方というものを含めた地域の在り方自体を作ること自体が最大な産業になるのではないだろうかというふうに思っております、まあ、そういうことは各地世界中で実際にも実践しておられる方が いいろいろおられますで我々もそういうことで、えー、これは一つの例なんですけれども淡路島という地域をです、ね、環境未来都市として設計しようとそこを実行していこうとなぜかと言いますと神戸から4キロしか離れておりませんこの,大きさこの島の大きさはシンガポールとほぼ同じでございますでシンガポールは人口が400万人ここは人口が14万人ですでシンガポールは絶海の孤島といいますかね隣はシンガあのマレーシアなんですけどしょっちゅう戦争を仕掛けたり 水を止められたり、非常にあの過酷な環境の中で、中国もインドも日本も遠いところで、でも今、1人当たりの GDP は日本より多い、5万ドルを超えてますですね、そしてまあ,あらゆる点での世界での競争力トップクラス、日本をどんどん,どんどん引き離してしまっていると、一方でこの淡路島はですね同じ大きさなんですがこの全島ほとんどが過疎地域です。鉄道はありません、道路しかないです。 ただ神戸からこの淡路島に渡る橋の値段、明石海峡大橋、4キロで2300円取ってます。こういうバカなことをやめたらいいんじゃないかと。せめて、せめてワンコインにしたら、本当はただにしたら、鉄道もないんだしと。まあ、そういうことを言いましたが、まあ、民主党になってやるのかと思ったら、前原さん、それを真っ先に反対して潰しました。えー、まあ私の同志である馬淵さんも今、やめろと皆さんに言われてますので、どうなるかは分かりません。やらないのかもしれません。 ただ、これぐらいをですね、この島ぐらい、この地域ぐらいを豊かにすることができなかったら、おそらく日本はそんなにチャンスはもうないだろうというふうふに思います。これ20年前に、まあ、中国はです、ねまあ、今の日本とある意味、似てまして財政も経済もすべて破綻、それで起きたのが天安門事件ですから、天安門事件は単なる民主主義運動ではありませんでした。中国でのインフレが20%、失業率も20%、両方とも20%、そういう状況の中で、 経済の完全な行き詰まりですね要するに国営企業を改革したってとても日本に追いつけないとても生産力も上昇しないそういう中で爆発的に起きたのが民主主義運動と一緒になっただから天安門事件でデモしてたのはほとんど市民であって学生ではなかったんですねでそれに危機感を抱いた小平が何をやったのかといいますと南巡講はそこから始まったのがセンプロン でそしてそれを実現する地域は北京でもなかった、上海でもなかった。新鮮でしたですよね。新鮮とは何か。誰も知らない、何もない。安い。でも、香港の隣ですよね。香港の隣である新鮮が、誰も期待しないところが、黒い猫でも白い猫でもネズミを取る猫はいい猫だ。つまり、資本主義であろうが、共産主義であろうが、どうでもいいじゃないかと。一緒に金儲けをしようぜ。 これはすごいですよね。私もゴールマンマサークスとアメリカの会社を見ましたからよく分かります。これはアメリカ人のハートをわしづかみにする言葉ですね。アメリカ人はもちろん民主主義、自由の理念も大切ですが、一方で毎年年末の今頃のボーナス、何よりも大切ですから、金儲けをしよう、一緒に儲かるじゃないか、これは素晴らしい言葉ですね。申請に工場を開きなさい、中国には労働組合ありません、税金もただですよ、来なさい。でそれによって結局 アメリカという国もソリューション、つまりアメリカの最大の弱点であった労働力、工場、現場、これと中国の弱点であった企業、マネジメント、グローバル企業のないこと、このすべてが解決されてしまったわけですね、アメリカの最大の強み、テクノロジー、そしてファイナンス、ビジネスモデル、IT。で、そういうビジネスモデルを中国の最大の強みである労働の質と量とコスト、土地、すべてと合体をさせた。 これはやっぱョウヘイというまあ偉大な人物にして初めてできたことだと思います。それが結局、今の日本の国家としてのビジネスモデルを崩壊させてしまったわけですから、それに対する対応戦略を作るということを本当はその時点から考えていただきたかった,た、今に至るまでそういう方向性では考えていないとまだ私は思っています。で、あるのであれば、もはやこの淡路島に工場を作ることではないんですね。ここをさっき言った多次元ネットワーク、食料も水もエネルギーも。 そして生活自体もここで完結できるような自給自足だけれどもネットワーク化されつながっていて、関空からこれ船で30分で着くんです神戸から4キロしか離れてないんですよでそして、ここの橋の長さは世界一のスパンの橋で一番2300円払ってもここのサービスエリアには日本で一番お客さん来ますちょっと上がったところが国,国立公園ですから。 瀬戸内海からずっとこの和歌山北海峡の端まで見える最高の風景が見えるところで、えー、食料自給率も110%あります海もあるでそしてここでもちろん太陽光発電をやるうなみ少なくとも14万人しかいないこれとシンガポールを比べてくださいと少なくとも100万200万人できるでしょそうすればこの神戸から大阪までここが ちょうど戦争の時には爆撃をされたそれと同じように高齢化で自ら今度都市の崩壊現象が始まるわけですよね日本の中で受け皿がなくてはいけないではないかと日本人が生きていく場所を作ろうじゃないかということだと私は思いますまあその時には高速道路といいますか橋ぐらいは当然下げるんですけど橋の値段を下げたからといって経済ができるわけでも地域ができるわけではないわけですからおそらくここ一つに 政府を一つ作るべきだと思いますね中国の経済成長の本質は三石経済自治体間競争これが本質だと思います中国は全て地主は自治体ですからあれが本当に腐敗だけの経済だったらここまで成長するわけがありませんその自治体が全ての計画を立て熾烈な経済発展競争昔は GDP だけが主要になったそれが今度は 低炭素化も指標になりついに国民生活のレベルまでが今度は中国の共産党の中の熾烈なメルクマールと言いますか昇進条件に今なってきていますだん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 生活の方にこうやって移ってきている低酸素炭素化そしてそういう環境食料そういったものを充足するということになっています ですからおそらく25年前に東ウ小平が王道館という上海の市長と初めてやった地方自治体の自主独立経営というものをですねこれから本当に真剣に学んだほうがいいシンガポールはそれをものすごく真剣に学んできただから中国の中で環境都市を一番作っている国家はシンガポールですよねわずか400万人の国がですよそれなのに日本は国債にほとんど年金のお金も我々の住宅をつぎ込んで シンガポーこの淡路島の開発に日本の年金も、ゆうちょも、官ぽも今のままで1円も出せないです。私、シンガポール政府にこれもまた頼みに行きました。なんで400万人の国家にまたこれを頼みに行くんだろうと、非常に恥ずかしい思いをしながらです。ですから、2年前からまあ原口さんにまあ野党の頃から言いました。日本の年金の,もの根本的な150兆円あった積み立て金は今、120兆円台しかない。減らしているだけではない。中身が 日本の経済の成長、雇用後どうなるのか、次の世代どうするのか、こういう議論全くなされずに放置されてきている。だからその国債にお金が行っているということの中、その裏側にあるのは、そもそもこのお金を使ってどうやって、お金がないと財政が苦しいということは資金がないわけですから、それであればその金融の資金をどのように使うのか、こういうことも考えなくてはいけないんだと思うんですが、そういう議論はされていないのが、残念ながら今の。 え厳しいいい現実だという,ふうに思いますですでから私たちはこれ、あのえー、兵庫県から頼まれまして、この淡路環境ミラー島というプロジェクトをやっています、まあ、菅総理は就任して2日目にです、ね、環境ミラー島に指令するんだと、まあ、私もこの間行きまして、えー、知事と一緒にお願いしたら、必ずやろうとは言っておりますが、それを果たして実行できるのか、私はまだ分かりません、ただそういう方向にあるのではないかというふうに思っています。ちょっと お話が最初に申し上げたとおりまとまらないお話ばかりでまたちょっと資料がですねすいません私どもはちょっと不行き届きで新しいプレゼンのことをきちっとお知らせしていなかったものですから一望て元のものしかなくて申し訳ないんですが一応私の話はこれで終わりにさせていただきたいと思いますどうもありがとうございました。 どうもありがとうございました私たちちょっと事務の手違いで皆さんの紙ベースでお配りしたものは新しいファイルになったんですけれども画面の部分のファイルが古いバージョンになっておりましたのでその部分に手違いがございましてご迷惑をおかけしましたどうも失礼いたしましたでは残りの時間15分から20分質疑応答という形で議論をしていきます いかがでしょうか。おしつとり。他にご意見やりたい方。では横水先生からお願いいたします。あのまあ今日のお話を聞く前にね、まあさっきもちょっと立花でお話したんですけども、えー、本を読ませていただいて、まあいろいろと考えるところがありまして、まあそれ一つにはあの水プロジェクトでですね、まあちょっとアドバイザー的なことをやってて、まあ、あれ地方自治体が持ってる、まあ地方自治体が持ってるのを その民営化というのは非常に難しい。だけど、本当に言うと、じゃあ、例えば1000億個でする、ね、国債が何だなんだというのを流動化するためにも、例えば私の個人だったら国債、まあ、ちょっと持ってます。ね、だけど、これ1.5%の金利の熱を持っているだけなんですね。で、例えばその地方自治体、東京都なり大阪なり横浜の水の事業、これが例えばオーストラリアの展開するの日中に入っていくと。 もっとある意味で言うと将来性があるものになるかもしれない。それで例えば利回りがかなり見込められるんだったら自分の投資でそっちに振り向けたいっていうそういうこうダイナミズムって埋められるんじゃないのかなというふうに感じたんですね。まあそれちょっとなかなか難しいとお話があったんですけどももちろんその今のアジュ島の話だとか新しい日本がやっていくべきこと、まあ、それから国際のに対する、まあ、日本の問題点っていうのをご指摘されたことはよく分かったんですけども、まあ、私たちのそのグランドデザイン今ちょうど お姉川先生のもとでいくつかやってるプロジェクトに、まあ、一つは水プロジェクトインフラの事業もしくは遠隔療法だ医療のあり方、まあ、そういったところに何かこう大きな示唆というかですね方向性として与えてくださるようなところってちょっとお話をもう少しお聞かせいただけたらなと思ったんですが、えー、なかなか日本が新しい経済がですね作れない理由は えー、おそらく一番大きい理由はですねテクノロジーがないことでも人材がないことでもないです資金が回らない全くそこに資金が行かないようなメカニズムになっているんですねでこれはあの田中学英さんという、まあ、これはやっぱり大天才だと思うんですけどこの人がかつて作り出した財政投融資というのは実はものすごい投資効果があったんですねであの2000、えー、年にに最初にでと 目的税というのができて、そのえー、今でこそいろいろ悪口を、まあ、私もこれ一番お金をこうやって使うべきと言ってますけれども、道路特定財源、これが創設された時の税収は200億円しかなかった。15年経ってで道路特定財源ができで、そして高速道路ができ、15年で税収は2兆円になってたんです。15年間で収入が100倍になるものを考えたということは、やっぱり彼はものすごい政治的な。 なんですか政治というものを使った巨大な経済システムを生む人であったのだと思うんですねでそれは要するにプロジェクトファイナンスのために国債で集めた資金を供給するということをやったわけなんですところがそれは今ではほとんどなくなりましただけですからそれを同じような形でするということは意味がないと思いますけれども逆にそれをきちっと透明性を持たせ各プロジェクトにきちっと競争をさせ かつその後にフォローをすることを示唆すれば先ほど横水先生からご質問を受けたことは私は今の日本はやらないと思いますしかしメカニズムとしては非常に簡単にできますどう,どうしてかと言いますと日銀が例えばお金を出して国債を全部買ってしまう現金がそこに渡るそこの例えば年金であったり かんであったり生命保険会社がそういういいいいものから選んででけけばいいわけですねですからお金の流れとかメカニズムから言えばものすごく簡単なんですけれども今それを実行しようというメニューはまだありませんで現実にシンガポールのことを少し言いましたがシンガポールというのはその国の年金シンガポール政府はまず国債を発行しません国の借金はないんです でだけど年金その他の積立金があります、健康保険その他。それを使って、さっきの中国での例えば、天津の生態場であるとか、蘇州の生態場であるとか、中国の中に都市開発をしています。なぜか、それは会社はなくなるかもしれませんから、成功した都市っていうのは何百年も続く、最も投資対象としては当然のことながら、最も長い寿命があるわけですから。 例えばロンドンという街も3人か5人ぐらいの貴族が開発をして今を持っているわけですから日本はそういう発想はまだされていませんがそういうことを示唆すればできると思いますただそれは相当今までの常識をぶっ壊さないとできないぶっ壊せばできるというふうに思います 崎先生ありがとうございますあの先生のご意見というのはまあ私のようにあの素人と違って深いものを示していただいて非常にあの勉強になりましたあのただあの先生が言われたの多次元ネットワークでですねちょっと私が感じるのは多分日本の中で多次元ネットワークを作っても海外から孤立したものになってしまうんじゃないかなというのは私の意見その理由はですねシンガポールの場合ですと先生ご存知のように世界のトップの人脈が 集まってるし、また繋がってるとで、日本には先ほど先生はあの技術も人材もと言われましたけど、少なくとも僕はと世界につあのと同じ目線で話ができる。トップの人材っていうのは、あのー、周辺国に比べても相当。今劣ってるな。というのは正直な印象です。で私もあのおとと中東と東南アジアが返ってきたんですけど、もう少なくとも人材に関して言えば。 トップのの人材に関しててははは日本は負けいるななうのは正直な印象ですだから技術も日本にはあるというふうに言われあの先生思われてるかもしれませんがその圧倒的に他を引き離す技術はもう今日本にはないんでそういう意味では日本に魅力を感じる国っついうのはほとんど今なくなってきてるんじゃないかなとその点からあのシンガポールと違って淡路島に仮に多次元ネットワークを作られたとしても 多分世界から孤立した多次元ネットワークになるんじゃないかというのが今の私の印象ですが先生、ご意見はいかがでしょうかえ先ほどのちょっとお話に似てるんですがやろうと思えばできるんですがそう実現するのかというと先生の今おっしゃる通り非常に悲観せざるをえないですねでまず技術的なギャップもほとんどなくなってきている例えば電気、IT であればほとんどサムソンができてしまうと。 で他の各種技術においてもえそういう現象が起きていますただまだ素材とかその他のところではまだまだやっぱり技術としてはトップクラスはあるただ問題はリーダーシップそして人材そういったものは特に過去20年間ですねで過去20年間特にここの10年というのは中国インド のの人材の、まあ、グローバル化と言っていいですかね、グローバル化と言っていいですね、例えばアメリカに留学するっていうのもそうだし、アフリカに行くとか、そういうことで見てもそうだし、はるかにやっぱり人材自体がトップ層もそうだし、それから実際の経済にないても、えー、非常に多方面にグローバル化をしている、それに対して日本の場合は、これは森島道夫先生が書かれた本がまた今出ているわけですが、 日本はなぜ日本を没落するのかという本がありまして、私、これはやはりこの通りだなと思うんですけども、やはり教育の問題が非常に大きいだろうと、これだけインドや中国が伸びているにもかかわらず、例えば年金の資金は、私が問題提起するまで、1円も中国にもインドにも入れていませんでした。いまだに入れていません。やっと今度、2000億円ぐらい入れるんです、120兆の中で。だけど、インドや中国が伸びているんだったら、なぜ中国語やヒンズー語を教えないのかと。 少なくともなぜそんなコースがないのか、なぜそこへ出た人たちをどんどん,どんどん送り出さないのかと、これは当たり前のことだと思うんですね。その戦前とかその幕末であれば、あの横浜に来て岡倉天心が英語と中国語の方日本語を先に学んだわけですね。そういう人材がいたからこそ、その後の国際化というのは進んだわけですが、そこに対して進んでいない。ですから実はは一番これを止めているのの国家の 競争力を決めるのは当然人ですから経済の基盤も人ですからその人の今のトレンドそして今の教育の在り方企業の在り方政府の在り方自治体から何のかも私はだからあの破綻すると思っておりますこういうは淡路島なんかどうでもいいという人の方が多いと思いますいくら条件を述べてシンガポールよりも条件がいいんですよと思ったってそう思われないと思います だからそれは本当に実現をするのは本当に国家の破綻が起きた後である意味では政府や自治体やあるいは企業から頼れないんだと思う若い人たちが慶応からでもいろんな大学からでも大学に行かない人たちがどん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 ん自分で学んで外に出ていくそういう時代と突き上げですねそれともですからそれは教育の問題そしてもう一つ森島先生がおっしゃられたのは日本がなぜ変われなくて競争力なくなるのか。 結局、少子高齢化社会になるということは終身雇用とそれから年功序列は守れないのは当たり前なんだとだからそれをそのに対しては当然のことながら中高年の,その私たちの世代を含めたいわば労働のセカンダリーマーケットができないといけないはずだとところがそれを作らない。 ででで結局起きていることはやっぱりその大,大企業は終身雇用とそれから年功序列特に中高年のはっきり言えば男性のための会社なんですね今も逆に今女性外国人博士修士っていうのはいまだに日本の社会の中では外部者なんですそこが変わらない限りは本当に外国人も入って本当に女性も本当に逆に日本の場合博士号を取った人の就職がない馬鹿げた話ですよね 一番レベルの高い人たちはなぜ雇わないんだそれは自分たちの年功序列の秩序を崩すからだそれはちょうどインターネットを入れない電気を系統電力に触るから新エネルギーを入れないのと一緒です今までの人間のこの社会を構成している集団秩序を乱すから乱すものは入れないと言っている限りはです、ね、変わらないんじゃないか逆にそれは破綻して初めて変わるのではないだろうか 私はある意味では破綻しかもうないんだろうなというふうに思っているところでもあります。他にございませんでしょうか。はいどうぞ。すいません今の話ですと破綻をするという話でしたので、そうすると破綻をするっていうことを前提に考えますと、今後どのようにあの生きていけばいいかっていう。<laughs> ご意見をお伺いいしたいんですが私は実は子どもたちに言ったのは英語は当たり前と中国語をやりなさいと次ヒンズー語をやりなさいとそれからもう一つは私は実はあの受験の時はあの歴史を世界史とか日本史とかやったんですけどなぜかというとこれから世界中の場所が大事になります地理学の中にはほとんど地理の中にある地域がなぜ成長するかのもう全部そこには情報があるんですね。 歴史は私はその中のビジネスモデルの冷凍庫みたいいなもんだと思います例えば平戸の歴史を勉強すれば鎖国以前なぜ平戸が栄えたか分かるんです博多だって今の博多福岡よりもはるかにかつての博多の方が国際都市としての複合的なネットワークを持ってたんですね。 新しく特区なんか作るよりも昔の歴史勉強してそれにちょっとでも追いつく努力をしたらです、ね、例えば博多っていうのは半分は中国人が持ってました都市計画ですら全部中国人やったんですねそれぐらい思い切った任せ方をしてそこに商社を作り大交易をやったんですよだから日本の中にもそういう歴史はいっぱい埋まってるんですそれを勉強し発掘するのはだから地方分散とか地域主権っていうんでやったら 子どもに教える内容も完全に地域に任せるべきだとその地域史を徹底的に勉強して特に人物の歴史ですねどういう人物がその地域を起こしたのかの過去のやればこれは要するに連立方程式ですよね今の条件ともう一遍インプットをしてみたら新しい存立条件とか繁栄条件は相当程度は作れるんじゃないですかなぜなら地,地図はそう簡単には変わってないと思う わけなんですねですからそのアジアが繁栄したっていうんだったら鎖国以前日本の中で例えばどこが繁栄していてそれはどういう条件で例えば横浜はどうやって生まれどうなったのかこういうこともですねそれは世界の,歴の地理を見ることも同じだと思いますしかも資源やエネルギーや食料のことが大事ということは世界の地理をやる地理をやるときにもちろん歴史をやりそこの言葉をやりそこの人とお付き合いをしていくっていうこと だからそれをやるような人材を育てていくことが私は突破力にもなるし逆に言えばあの蓄積されたなんてうんですかフラストレーションが一気に解放される実際にそういう意味では例えばシェフとかはですねものすごく日本のシェフ職人アーティストっていうのは競争力があるわけなんですよねそれがもっと企業という中にももっともっとそういう要素を入れていくことが。 必要なのではない。で、そしてその組織の中に先ほど言った外国の人、女性の人、博士、ち知,知恵を持った人、それも全部入れ込んでいくという組織体自体の作り方もそういうふうに作るべきではないかと思っています。あどうもありがとうございます。はい、青さんどうぞ。えっと貴重な話ありがとうございます。青と申します。 あの今、伺った話をお伺いしますと、破綻の前にできるのは、多分人材育成といいますかね、そこはあの破綻の前になんとかできる部分ではないかなというふうな気持ちを持っています、それについてちょっとあの今、お話あ、いろいろあったんで、お伺いしたいところなんですが、あのと人材育成、まあ、と、あと言で例えばですね、あの先ほど先生がお話しされたように、このグローバル人材ということなんですが。 えとサムソンでもです、ねえー、社員1年間海外行って何でも勉強してこういみたいな制度があると聞きますし、えー、まず頑張ってやってると一方であのパナソニックは来年は日本人半分にしちゃうみたいな話があってそういう傾向って今後ともどんどん出てくるのかなとでやっぱり日本人を教育するグローバル人材を育成するというのは相当強いリーダーシップでガンガンやっていく必要があるんじゃないかなという,ふうに気,は気はあるんです。 で先月、ちょっとあの何人かの,まああのと社会人の人と一緒に研究会やってあの学生がまあ学生中もしくは大学卒業した後にですに1年間海外に行くということを奨励しようとそういう社会にしようというような勉強会をやったら最初10人ぐらいかなと思いましたが70人集まったんですねで12月の中旬にやるんですが今度200人ぐらい集まるということです。 で関心を持っている人は多分すごくいっぱいあってそれも若い人たちいっぱいあると思うんですけれども先生の目から見てですねそういうい、ね、自主的にやるっていうのもいいと思うんですけれどもそれをもう少しこう組織的にといいますかそれを後押しするようなそういうい制度が必要なんじゃないかなと思うことについてどう思われますかあの、まあ、グローバルに競争力がある教育をしているのは、まあ 一般的に言えばアメリカだと思われていると思うんですね。でこれはアメリカはそのいわゆるトップの大学の競争力が非常に高いからそう言われていて一般の,その高教育のレベルはものすごく逆に低いとか重足速度とかばらつきがあるわけで,でそれでもやっぱり競争力はアメリカの大学があるからみんな行っているとだから現実に日本でも変えるのはもちろん小中高の高校高教育も変えなくてはいけないんですが 最も即効性がありかつ結構永続的なんていうのはこう下から上がっていて最後、大学に行くわけですからそこが本格的に変われば下、をのずと変わらざるを得ずとですからその選択と集中をしていくのであればやはり大学教育を変えるのが一番早いのではないかとでもちろん慶応大学はそういった意味で日本の最先端を進んでおられると思いますけど私はやっぱりあの今注目しているのは例えば秋田国際教養大学というところですね。 こちらも就職その学生の就職率は100%はもちろんものすごい倍率でこれ基本的にすべて英語でやっております、ですねあと各国語、これはやはり中島峰夫先生という素晴らしいリーダーシップのある方がでその教員も半分以上が外国人であったと思います学生も半分以上が外国人であったでそうすると日本の企業ではもうそこに対するそのものすごい人材ニーズを持っていて非常にあのタフな教育をしています。 でそれともう一つは日本に来られた外界海外からの留学生の人たちの次の就職もっと言えばそのエグジットと言いますかそれがエントリーをしてさらにその人たちが価値を生んでいくためのネットワーク作りですねそれが僕は足りないんじゃないかなでそれは今度この間、えー、と東京個別指導学院というところの創業者だった馬場君ってという人友達で彼はそれをやりたいというんですね。 いろんな留学生の方はもともとの本国とのネットワークももちろん持ってますが日本の社会はそれは生かしてないんじゃないかとだからそ,れそういう留学生の就職のネットワークをきちっと作っていってそれがさらに永続化するようにしていくことが大きなポイントになるんじゃないかだからやはり大学教育を本格的にやっぱり変えていくことが最も即効性があるのではないかなと思うんですけど。 ございますか大学教育というんですけども私個人的な気持ちとしては大学院の社会人教育から変えていこうかなというつもりでこういうプログラムを作ってるんですけれどもなかなか日本全体のののレベルでの社会人教育といいいううがが非常に弱いような気がいたしておりま,すまあ余計なことですけども他いかがでしょうかいろんなご専門の方がおられますけれども。 はい佐藤さん。えっと、岸和田氏ありがとうございました。えー、淡路環境未来島あのお話なんですがあ、私あの自治体の職員でございますけれども、まあこういった場合の。 まあスプロジェクトというかです、ねえー、地方自治制度全く書いて多分あの地域を経営するマネージャー像というのがあるかと思うんですがあ先生はどのようにお考えなのかなというのを教えていただければ例えばアメリカ型みたいなシティマネージャーみたいな経営者という部分の視点があるのかなと感じたのでご意見頂戴でいければと思いますあの非常にあの貴重な質問をしていただいたと思いますが。 中国経済の,その発展のおそらく原動力の8割から9割は自治体経営だと思いますで例えばサイエンスパークと言われるところだけで全国の GDP のおそらく3割近くを稼いでいるでここはその国家特区でありかつ自治体に直属していてで全ての計画をそこが基本的にはそこの政府がやっております ですからその自治体経営自体がしかも日本の場合よく山積というとそこの民間的企業経営自体をそお役人の方がやろうとするそうではなくてそこにいかに競争力のある内外の民間主体をどのように都市生態系を作りながら作るかの熾烈な競争をしているわけですからまさに今おっしゃられたようにシティマネージャー制度というのに極めて近いしもっとアメリカよりもある意味もっと権限が強い自治体経営をさせている。 日本はそれに対しておそらく世界の各国の中で中央政府は私は率直に言って相当ノウハウもあるしそんなに負けているとも思いませんだから日本の場合最もセクターとして遅れてしまっていてそれはその個別の方々の能力とか資質ではなくてシステムとして全くあの効率性というか経,営を生み出す経済を生み出す力がないのが今の自治体制度それはほとんど縛られていて。 で細かいところまで非常に実際にやろうとされておそらく何も非常に物事を進めるのができにくいですからその漆黒を破るのが第三の開国じゃないかというふうに思っています藩の垣根を壊したその次は何を壊したんでしょうかねむ,むしろ戦前の内務省の制度の方がまだマシなんじゃないかと思うぐらい今の日本の自治体の制度はだめでだからそこをもっと完全な自由度を持たせ 議会なんかかななくしたっていいいいいとと思思ううのは選択すればんいいんじゃないかと思うんですね何でも議会が止めてしまうんじゃなくて東京都も何々村も全く同じように議会と首長に同じ権限を持たせるなんてことはマネジメントとしてありえない話でどの国でもそこは選択肢を持たせるわけですよね。強力な首長がもう全部決めているんだったらそれでもいいじゃないかというそれを住民に選ばせるようにしないとこの企業よりも自治体の経営の方が危機にあるのではないか。だからこの 財政の破綻が起きれば自治体破綻というのが極めて直結するところになるのではないかというふうに思いますのでご質問の答えになるか分かりませんがシティマネージャー制度をはじめとした多様な自治体の生き方を本格的にやらせることと今の,その自治体に負わせた借金の多くは国が生んでいるものですから。 国債をその日銀が救済するのであれば、合わせてそれを全部帳消しにするぐらいにして、しかしその後は収支均衡を国家レベルだけじゃなくて、自治体レベルでやらせて、そこに本格的な経営をやらせるということをやらないとです、ね、次の経済システムの転換は企業にとってもないと思います。はい小田さん 貴重なお話ありがとうございます今のお話でもあの自治体そ,その部分の担い手の一つとしてもし女性がです、ね、あのその能力を生かすともしくはその人口分布からいってもその高齢の方がです、ね、あのやはりすごい能力をお持ちだと思うんですけども特にその2つの層があの、まあ、これからきち貢献できる内容とか先生が期待される部分ってもしあったらお伺いしたいんですけど。 おそらく今おっしゃられたとおりで日本の場合これから潜在的に能力を伸ばされるのは1つは高齢者の方これ私も含めてそうなるわけですけれども大体あの生物学的に言ってですね、昔の高齢者の定義はおそらく今で言えば80歳ぐらいじゃないかと要するに体が動かなくなるとかするパーセンテージで77歳ぐらいが昔でいう高齢者であろうと。 いうふうに思うんですね逆に言えば、そこまでは働いて当たり前だし、年功序列をもう一切なくしたほうがいいと思うんですね。定年制というものをこの国でやっぱりなくしてしまうと。で定年制もなくすし、年功序列も全部なくすと。働く人はいつまでだって働いてもいいじゃないかと。それからその性別による区別というのは、少なくとも仕事をやるときはもちろん女性の,その母親であるというようなさまざまな。 負荷についてはもちろん十分配慮してそのワーク・ライフ・バランスということを充足させてあげるということと同時にその権利をやっぱり認めてどんどん活動してもらうとこの2つが極めてこの自治体だけではなくてすべての活動社会活動企業活動地域活動全部の基本なんじゃないだろうかとだから解放してあげるもので世の中で変えなくてはいけないものはそこではないかとそれそして先ほども申し上げましたように あの例えば1000年前の博多の方がはるかに国際化されてますですから鎖国以前のアジアと交流する時代に500年ぶりに戻ったわけですから外国人との交流というのも当たり前でそこが日本も向こうに出ていきでそして外国の方にも来てもらうでそして社会のメンバーとして活躍してもらうとこの当たり前のこともしなきゃいけないんじゃないかと思います。 時間が来ていまますけども他にございませんでしょうか最初の国債の話ですけどもあれは日銀がですねアメリカの連邦準備制度と一緒のように巨額に国債を買うということで危機を未然に防ぐとあるいは予防するというシナリオはご著書の中ではかなり悲観的に書かれてたんですけれども。 それしか救済方法というか予防方法はないんではないかうかという観点ではいかがでしょうか、ええ、あのそのように思っておりますで、現実にはやらないだろうなと思うもですから、まあ、悲観的には書いたんですが、えー、アメリカは現実にもう100兆円から300兆を超えて350兆まであの日銀のバランスシートを膨らませてる最大の要因は、二度とリーマンショックのときに財政で負担できませんから、もう国債が暴落したときの損はあらかじめ FRB で抱えておいてしまう。 そうすると、実際に損が出て、で凄まにデフレ効果が起きるわけですから、その分、埋めるだけ通貨を供給しても、別にインフレを起こすわけではないわけですね。バランスシートという国家全体のバランスシートが結局、資産の大暴落、何百兆円ぐらいあ,るあ,あっという間に飛んでしまうわけですから、よくインフレになるというふうに、まあ、ストレートにそうではなくて、そこを埋めるだけの通貨を供給してしまえば、別にインフレにはならない全く同同じじことは日本も同じで でこの際、600兆円のまあたまりもたまったものをすべて日銀に抱えていただきましょうと。その代わり、次の新しいのは二度とそういうことにならないように、実際金利も上がりますから、もうその借金依存はできないわけですから、それによって日本を大掃除してやることは理屈の上ではできます。そうすると日本人がすべて日本人での改革をしてしまうという明治維新型になりますね。できればでの話ですけれども。でもそうなるのかという予想はと問われれば。 多分そんなななこととはならないでしょうと国際を議論することすらメディアでは許してもらえませんからということはそういうことが問題があるということも多分そういう解決法があるということも、えー、報道もされない議論もされないんじゃないかというふうに、まあ、私はそれを何とかしたいと思ってこうやってまあ活動はしているんですけれども現実にはかなり悲観はしております。 最後にもう一つ付け加えたい質問はですね教育が重要ですよというので教育イノベーションのお話を先ほどされてたような気がしますでもう一つポリティカルイノベーションというので政策あるいは政府がですねリーダーシップをとってそういう形でポリティカルイノベーションを起こして解決につくるでそれもご著書の中ではかなり悲観的に書かれてたんですけどもなぜポリティカルイノベーション に期待できない、というのはトーンの本の書き方になられたんでしょうか。あの。ポリティカルイノベーションを、やっぱり生むためには、受け手の層と、それは。直接的にはメディアであり。あるいは広範な、その知識層が。真剣な議論をするということが、必要なんですけれども。日本のカルチャーは、どん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 。 軽薄になり、減少的になり、10秒か15秒以上は聞く耳を持たないという人が、これ年、々年々増えていってますし、世代的に見えば、昔そういう旧式のいわば考える教育をした人たちは毎年毎年凄まじい数で減っておりまして、どんどん感覚とか漫画でしか考えない人の数が増えているわけですから、当然、毎年毎年状況は悪化をしてきている。でインターネットについいてても日本で増殖をしているのは 匿名で無責任なことを言って悪口言って炎上させて喜ぶというまあ要するに学校におけるいじめのようなことしか始まっていませんですからそれから真剣な議論はほとんどされないということともう一つは日本の場合はメディアが最も保守的であると他の製造業は20年前に危機があって海外に行ったそれ以外もようやく変わっていったところが東京一極集中に一番依存しているのは日本の場合はテレビと新聞が同じ構造になってまして 東京に一極集中しているからこそビジネスモデルが成立していて地方に人が住んだりすればです、ね、ほとんどの大手メディアは潰れてしまいます。ですから最後までこの大都市型、都市型工業化型構造を守りたいのは既存のやっぱり五大メディアの性格が極めて強いだろうなというふうに思っていますから決してこれは実は政治だけではない。 政治家は実は93%東京以外から来てますから地方の方が伸びたと別にいいんですが実は一番東京一極集中というのに固執しているのは私はメディアだと思いますですからその点において正確な情報が伝わらないと国民が正しい判断ができないというのは戦前も今も全く同じだと思いますのでむしろ幕末なんかの方がなまじそういうメディアがないわけでみんな自分の頭で考える人多かったと思うんですから。 それから社会的に国を良くするということがやっぱり人々の倫理の中の多くの割合を占めていたのが幕末150年前ですが今はそもそもそういうふうに考えている人の数が少ないだから客観的に言えば私はやっぱり政治イノベーションは起きないと思いますで本当に破綻した時にそれを救う人が出るかもしれないなと思いますがえまあ私もこんなこと言って無責任かもしれませんけれども 実際に政権の方々にお話をしていても、なかなかもうそういうレベルを超えてしまっているなと、この問題自体が、総理大臣が解決できるような問題でももうなくなっているというふうに思います、はい、問題そのものが非常に深刻になっているということで、それから山崎先生の話の中に、いろんな深い示唆もうかがえるような感じがしますけれども、問題全体の深刻さというのがあって。 先生ご自身は多少悲観的な結論にたどり着いてますけどご本人としては楽観的に陽気に過ごされていると大津波は来ると大洪水も来るとだからみんなでノアの箱舟を作りましょうということが私たちのメッセージですでそしてそれは人類の歴史の中でこの程度の破壊というのはみんな起きてきたとでそれはあの個々の当事者ではどうしようもいかんともしないところもあると。 それは行くところまで行くかもしれないと、でもちろん先ほどの日銀のようにです、ね、ものすごい、もしかするとそこで可能性はあるかもしれないんだとは思います、だけどそれで全部が何もしなくていいのかではないんだと思うんですね、最終的にやっぱり今のシステムを本当にあの破,壊し破壊という言葉はいいかどうか分かりませんが、まあ、幕末というのがなくなったと、爆破体制がなくなったと同じ程度にはな、ね、くさないといけない、そういうところに今は来ているんじゃないかと思います。 それでは時間を延長して質疑と応答をしていただきました今日は大変に深い話あるいはグランドデザインに関わる話と多岐にあたる話を非常にコンパクトにまとめていただきまして大変にありがとうございましたどうもありがとうございました,ましたそれでは15分休憩して4時10分から再開いたします